はい、おはようございます。ブリッジです。今回でペーパーマリオ折り紙キングパート19、もう次回で20になります。うわー、やべえ、もう19までやってんのか。なんだかんだでこのペーパーマリオ折り紙キング、なかなかに濃い内容になってるから、いや、この先も楽しみですね。で、今回はそのこのプリンセスピーチ号に入って、そのVIPルームに行きたいんだけども、そのVIPルームに行くためのエレベーターが、そのまだ今電気が通ってなくて行けないってことなんで、この機関室の電源をオンにして電気をつけたいということでここに入ってきます。で、おそらくなんかね、この不気味な感じ何かありそうだから、ここで入っていきまして、おっと、なかなかにザ機関室って感じだな。まあ機関室なんてあんま入ったことないけど。あ、ここもセーブブロックってか、ここセーブブロックあったんかい。やべえ、結構あっちまで戻っちゃったわ、外まで。まあいいや。じゃあここはこうやって行きつつ、ハートありつつ、あ、ここは登れないんか、しょうがない。で、ここも穴埋めまして、金回収しまして、左行きまして、おっと、これ、なんだか怪しいっすね。このでかい機械だけ、念入りにスカスカにされてるみたいな。あれ？待てよ。ということは、まだこの近くに。うわぁ！やっぱり出たな、折り紙兵。上から来るなんて、脅かしやがって。お返しに、お前らなんて、くしゃくしゃに折りたたんでやるぜ。この兄貴から、おーい！お前！コンパートお前！てか、今回のステージにおいてお前めっちゃ頼りになると思ったのに、お前。やっぱ手のひらぐるんぐるん、もうぐるぐる返しだな、お前は。まあいいや、戦ってやろうじゃないか、この兄貴がよ。でもって、今回はなんか雲か。こいつ名前なんつったっけな、忘れちゃった。まあなかなかに手強そうだから、ちゃんと油断せずにやっていこう。で、リングソース3回か。この場合は、こっちかな。ん？待てよ。これは、こうして、こうして、こうじゃな？オッケー！こういう、あ、ガサゴソ。まあ、お前ガサゴソしてそうな見た目してるな。確かに。雲としてもガサゴソしてるし。あの、多分、折り紙の、あれ、形状だから、その折り紙で動くときの、その折り紙の、紙のせいでガサゴソってなりそうだな。まあ、いいや。でもって、これ、なめぷせずに、キラアイアンブーツで、これで踏みつけていこう。くぜよ、マリオのアクション。おい。はい。おい。オッケー。とりあえず、29ダメージで一発で落とせると。ってことは、まあ、HP29 以下ということで、で、キラハンマーで殴るか。いやー、ここダメダメ。こっちにしておいて、オッケー、けないっすー。でもってこっちも、こうしまして、いや、グレートか、まあいいや。まあいいや、26でいいのか。で、ラストウェーブ、もう一回か。まあしかし、これも、3回か。まあこれもこうして、こうして、もう慣れたもんですよ。あーっと、違う、逆向きだ。ん？いや、待て。いや、全言撤回。全言撤回します。これは、あ、わかったわかった。あ、違う違う違う。あ、違う違う違う。こうして、こうして、こうすると、オッケー！今回調子がいいね。多分、いつもの俺であれば、あそこで金を使っていたけど、今回は金は使わない。今回節約志向でいきたいと思います、私。でもって、はい、ほい、へい、はいとエクセレンス、オッケー。で、なんだかんだで観客もめっちゃ増えてきたな。で、ここも、ちゃんと、キラハンマー、ナメプせずにキラハンマーで行きまして、行け！オッケー！いいね。で、コインも結構もらえっしょ。1191コイン。うまいね。
じゃあこれでコイン回収しまして、でまあこれも多分折り紙のこの力で直しまして、でこれで直るのかな。起動用レバーをセット、勢いよく回す。あ、レバーが必要ってパティーンかな。それ合わないっすね。うわーめんどくせえ。ってことはレバーが必要なのか。うわー探しに行けと私に。いいでしょう、探しに行ってやろうじゃないか。よし、一回ここまで戻って、一応なんかレバーが必要なわけなんだけど、多分この上っぽい気がするんだよね。で、この上が、なんか、操舵室とかの2階 ?VIP ルームがある場所に繋がってるから、多分こっちくせ。ん?兄貴、今何か踏んだっす。まあ、キノピオだろうな。お前ビビりすぎじゃや。お前は。気を失ってる。てか結構気を失ってるやつ多いな。まあ、いや、このまま上、多分この上が正解だろう。で、まずこっち行ってみるか。うわっ!めっちゃピーチがいるじゃん。兄貴!どうした?兄貴!うわ兄貴助けて食われたっす。お前は何をしとんのじゃ。で、ガボン兵か。あれ、ガボン兵初めてだっけ、初めてだったっけ。まあ、いいや。トリマ戦って、まあ、油断せずにやれば楽勝っしょ。でもって、楽勝って言いつつ、苦戦する気がする。こうして、あー、オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー。でもって、まあ、これはまあ、兵法は普通のブーツで、はい。1、2、3、ダーと、アントニオ猪木を出していく。で、ガボンは、まあ、なめぷせずに切ら、あ!やって!待って!待って!待ってください!違うんす、違うんすよ!手が滑ったんすよ。で、なかなかに HP が高いな、こいつは。うわぁ、最悪。やべぇ!バーン!うわぁ、結構食らうんじゃねえか。くそ、今のミスなかなか痛かったな。ちゃんと選択しろ、俺。まったく、で、これで選択しまして、で、ここでアクションも成功させよう。エクセレンス、これで仕留めきれるか。ああ、仕留めきれねえのか。結構 HP 高えな。で、ラスト1匹か。いやー、攻撃食らっちゃうな。ああ、あ、まあ、でも、あ、普通の攻撃は大したことねえな。じゃったら、あとはもうブーツに踏みつけてやるわ、こいつ。お前、よくもお前。だから、こいつ HP 高えんだな。なかなかに苦戦するな。ちょっと次回以降気をつけよう。で、今、キラーブーツだっけ、キラーハンマーだっけ、それがなくなっちったから、それもちゃんと装備しよう。よいしょと。で、武器で、で、ハンマーがなくなった。じゃったらこれ、そうだな。せっかくだから、ファイヤーハンマーつけてみるか。面白そうだし。ファイヤーハンマーにしまして、で、ここ開けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします!スターのフィギュアだ!なかなかにレアリティ高いんじゃない?でもって、安全、おもてなし、お客様第一、船員の心得。なるほどな。でかい船の操縦とか、男なら一度は憧れです。まあな、俺も一度は、志したことが、ない。うん、ごめん。ちょっと、操縦士は一回もないな、さすがに。で、ガラス、あ!やったー!レバー!これでまあ、あれだろう。うん。機関室に行ってやるんだろ?で、A ボタン押して、電源入ってないけど難しそうな機械っすね。船の操縦に使うのかな?まあ、壊せない。まあ、ここは他なんもないから、まあ、多分もうこのまんま機関室行ってもいいと思うんですけども、こっちちょっと気になるから、入れませんね。あ、てかあれか、多分ここ外だ。多分。
あのなんか、そう、いろいろガラクタが置いてあって入れないからしょうがないんだ、無理なんだ。じゃあこのまま機関室まで戻ろ。よーし、戻ってきた。じゃったらあとここで、このレバーを使いまして、レバー、ちなみに、焼肉とかで食べる肉のレバーは、ブリッジはあまり好きではありません。お、あのレバーがぴったりフィット。で、終わり？おーっと、やっぱハンマーで殴ると。来た来た来た。じゃあこれで起動していくって感じか。なるほどね。おー、電気がついた。さすが兄貴、痺れるっす。あ、電気とかけてるんすかね。ますますやるな。これでエレベーターも動くはずっす。エントランスホールに戻りますか。うるせえお前。かけてねえわ。真剣に言ったんじゃ、ボケ。じゃあ、これでエントランスホールに戻ればいいのか。じゃあ、エントランスホールまでカットしようかな。おーい！お前、いきなりカットするって言ってんのに。まさか。兄貴兄貴、やばいかも。ビップルームへ急ぐっす。大事なものを取ったら、早いとここの船からおさらばしましょうぜ。え？なんかやばい奴がいんのか？じゃあいや、急ごう急ごう。もう絶対やばい奴やんけ。あからさまな奴やんけ。うわぁ！この黒色は、いよいよやばいっす。兄貴早く。なにこれなにこれ、なにこれ、オイル？汚れ？なにこれ、なんだこれは。とにかく早く逃げないといけない雰囲気か。出まして。で、あ。え？そういえ、どっから行くんだこれ。エントランスに戻るって言ってるけど。あ、こう行けばいいのか。なるほど、なるほど。じゃ、こっちに行って。お、エントランスに戻ってきた。よしよし、電気が来てるっす。早くエレベーターへ。いいだろう。で、そのビップ、うお、なんかいるよ。怖い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 っす。うわ。めっちゃ汚れてるやんけ。まずい。もう近くにいるのか。え？そこのドアがビップルームっす。早く。と言いつつ、俺はここで、俺はこのちゃんと、ハテナボックスを。ハテナ。あ、なんかこの、なんか変な汚れみたいなのが。キラ、アイアンブーツね。一応なんか嫌な予感するから、なんか敵っぽいの現れそうだから。一応、アイアンブーツと交換して、で、キラハイハンマーも、普通のキラハンマーと交換。で、ポイ投げもね、キラポイ投げにしよう。よし、これでいこう。で、他に何かアイテムが。あ！汚れてしまっているキノピオね。窓からいきなり黒い液体が入ってきたんです。洗いたい、洗いたい。でも水に濡れるのは嫌だ。よし、倒しまして、ただ結構食らったわ。一応、あれか、ここで開けて、あ、こことこれが繋がってたのか、あのガラクタのとこじゃないのか。ってことは、このビップルームに何かいる可能性が高いと私見ました。なので、あ、プラスじゃなくて、キノコでちゃんと回復よ。で、じゃあビップルーム早速入っていくか。失礼します。で、何があるんすか？ビップルームに。兄貴、あの黄色い箱っす。あ、ここにハートがありましたわ。まあいい。で、これが何なんだろう。セキュリティボックスに入れてロックしておいたんす。あ、お前のなの？暗証番号は、何？うわ！お前、取ってくな！おい！何すんだ！兄貴、大事なものが奪われちまった！
あいつは多分選手のカマス追いかけましょう。あー、俺分かったわ、今ので。ってことは、多分あいつだわ。多分ね、マリオストーリー、てかね、マリオストーリーじゃなくて、マリオシリーズをやってる人間なら、多分ね、会ったことは何回かあるであろう、あいつね。じゃあ、選手に急ぐか。よし、一応セーブしておいて、じゃあ多分ボス、中ボスかな？多分あいつだと思うんだよね。うん、てかね、そう、いろいろヒントがあったのに気づかなかったな、なんか。絶対あいつだよ。やっぱり、あ、そのまんまじゃん、しかも。ゲッソーですね、こいつは。あいつは俺たちが束になっても叶わなかった手強いやつっす。確かね、この形状はね、あれだ、マリオサンシャインだっけ？そう、ゲームキューブのマリオサンシャインで出てきたゲッソーってやつがいいんだけど、そいつですね。そいつのハリボテバージョンか。ここは兄貴に託します。オリビアさんのためにも頼んだっす。いいじゃろう。あ、お前は戦わないの？あ、なに？あ、そういうやつ？ミニゲーム系なの？うわ、めんどくせえ。あーっといた。あー、なるほど。この波も食らうのか。うわ、やべえ。めんどくさ。避けながら、かつ、こうやってハンマーでダメージ与えていくと。オッケー。わかりました、私。こうして、あいよー。余裕のよっちゃんいか。一回覚えちまえばこちらもんよ。早く攻撃してこいよ。うわ、二回に分けて攻撃か。はいよー。おらおら、もう終わりか？俺はまだ余裕だぜ。ほいよー。余裕のよっちゃんいか。二回目。おわわ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 、炭を吐いてきた。イカ炭を吐かれた。で、多分、これになんか多分当たっちゃうと多分スピードダウンしちゃうんだろうな。だから、当たらないようにここにして、こうしまして、で、こう。で、待って、オッケー。で、金は絶対回収したいけど、うわ、金回収したい。金回収したい。金は絶対回収。で、待って、オッケー。おら、金回収。オッケー、余裕がありますね。ブリッジ選手、余裕があります。金を回収する余裕がございます。で、あとこの一本かな？オッケー！うれぇ！うわ、来た！うわー、金がなくなった！あ、あったあった。で、あいつの目かな？ほら。あれ？目じゃないの？目、オッケー、あ、目だ。やっぱ目。うわ、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 うわ。うわ、は、あ、あぶねえ。で、次どこ？次どこ？あ、もうあれか。一回シール剥がしたから、あとはもう普通に攻撃すればいいだけかなーって。おらおら。あいてー。あ、あれに触れてもダメージは食らわないんだ。ここだ。あいて。やべやべ。初突猛進してしまった。で、多分もう一回様子を見て。で、まだだ。あいつがまひったら攻撃し。多分これで、あー、やべやべやべ。やっちまったやっちまった。これで、おら、おらおらおら。まだかー。あと2、3発ってとこかな？おら！わわわわわ。で、まだまだ。で、あいつがまたぐるぐる回り始めたら、また攻撃来て、それ避けて、あいつに一発かましてやろうじゃないか。よし、OK！ 食らえ！あ、これで終わりかな？終わったー！さすがスーパースターマリオ。そして操作しているのも、この俺、ブリッジなわけですから、こんなもん余裕ですよ。まあ、とりま、キノピオも助けられたし、このなんか、謎の箱も、なんか、そう、貴重なもんが入ってるんだよな。セキュリティボックスね。何が入ってんの？ボム兵は、大事なものの箱をゲットっす！お前が言うんかい！これでオリビアさんを助けられますよ。何が入ってんだろう？マリオさん、ありがとうございました。プリンセスピーチ号の、PS 船長です。ボスゲッソーの体の中は暗くて怖かったけど、泣きませんでしたよ。え、変。乗船していたお客様には先にボートで逃げてもらいました。お客様第一ですから。乗組員もお客さんもみんな使ってよかった。これも兄貴のおかげっすね。さあ、俺たちは風渡り谷に行って、オリビアさんを助けましょう。ああ、でもよ。でもな、なんかまだ色々気になることがあって、こいつが前いた時のあれはどうなってんだろうって、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり感謝されんのは悪い気はしねえな。まあ、とりあえずオリビアをさっさと助けなあかんから、このままもうあれか一貫セーブしまして、風渡り谷に直行しますか。
マリオさん、お、引き止められた。ボートで逃げてもらったお客様を迎えに行きたいのですが、霧のせいで出航できません。霧が晴れたらこちらまで知らせに来ていただけませんか。よろしくお願いします。霧のせいで迎えに行けない。別に霧なんかあったっけか。まあいいや。じゃあまずは船長に話しまして、でまたあれか、これ操作していくのか帰りも。まあそれもまあ特に問題なければカットでいいかな。よいしょ、風渡りに谷に到着。ようやく戻ってきたな。つうわけでじゃあそこまでカット。オッケー、着きました。じゃあここで例のアイテムか。兄貴、理由も聞かずに俺を信じて大海原まで行ってくれてマジで感謝っす。あの船で何があったのか、そしてビップルームにあった大事なものが何なのか、すべてお話しするっす。おーっと、その内容を聞けるのか。話してくれ。わっ、回想になった急に。あれは仲間のボム兵たちとプリンセスピーチ号で船旅をしていた時のこと。俺たちはビップルームを借り切って大いに旅を楽しんでました。すると突然海の中からボスゲッソーが現れてピーチ号を襲ったんです。あー、戦ってんなボム兵たち。俺たちは船を守るため体を張って戦いました。その時、うわー、俺は頭の導火線を、あ、そういえばさ、こいつ爆発するっていう技ないと思ったらさ、導火線、そういえば上の導火線の部分ねえなって思った。そうか、一応こいつその個性があるんだな、導火線がないっていう。俺は頭の導火線を吹き飛ばされ、大海原に投げ出されたんす。ああ、そういう過程があったのか。海に落ちたショックで、記憶を失った俺は、やがてキノピオタウンに流れ着き、記憶を取り戻すため、自分探しの旅に出たというわけです。そんなことがあったのか。そしてあの時、オエドランドで兄貴たちと一緒に見た花火。あれでボスゲッツソーとの戦いを思い出し、すべての記憶が戻ったんです。あーでもよくこいつ、よく見たらあれだ、ほんとは導火線が完全にないね、やっぱり。でも記憶が戻って本当によかったっす。オリビアさんを助けるための大事なことも思い出せましたからね。若くして故障でスクラップになった俺の幼馴染。その忘れ形見としていつも持ち歩いていたあいつの導火線を、あのビップルームに置いたままにしてたんすよ。兄貴。おい！待て！まさかお前それは、お前それは違うだろう！最後に大事な仲間を助けることができるなんて、ボム兵冥利に尽きるってもんす。これでついに、幼馴染のあいつと一緒に、一人前のボム兵になれる気が、いや、え、待って待って、いや、嘘だろ、さすがにマジで嘘だろ。兄貴とオリビアさんと、旅ができて、本当に楽しかったっす。ありがとうっす。待て。バカ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 。やめろー！ああ！ボム兵、嘘だろ？オリビア、わっ、マリオさんが助けてくれたの？ありがとうございます。もう重くて重くて苦しくて苦しくてとっても辛かったですわ。あ、すごい、あんな大きな岩が粉々です。うわ、悲しい。一体どうやって、ああ、マリオが帽子をかぶって、深くかぶって、一体どうやって、まるでドッカーンと、はっ！ねえ、ボム兵さんは？さっきから姿が見えないですわ。
マリオ、マリオさん？まさか、ボム兵さんが、ドカーンとあの岩を、そんな、そんな、そんなー！あまりのショックで、いや俺もショックだわ。ショックだわと言いつつちゃんと紙っぺらを回収していくスタイル。え、待って、途中で仲間消えるのはないっしょ。ニンテンドー。お前それはダメだよ、天下のニンテンドー。マリオシリーズで途中で別れがあるなんて絶対ダメだよ、ニンテンドー。別れってのは最後にあるもんだよ、ニンテンドー。こればかりはニンテンドーに対して説教をしていく。一応先進んでみるか。まだ時間あるし。ニンテンドー。久々にここまでニンテンドーに切れてるわ。風抜けるトンネル。で、あ、チョロプーだ。お、またもやお客さんだ。ここはチョロプーの穴だよ。さっきちっこい女の子がすごい勢いでここを取っていたよ。ってことはこっちか。オリビアをまず迎えに行かないと。で、すげえ。チョロプーの住みかって感じか。今んとこ敵はいないって感じか。おいらたち、クッパ様の命令で、ここで金目のものを掘ってんの。ああ、クッパの金釣りの場所みたいな感じか。うん。そういや最近、クッパ様見てないな。あ、クッパ、あいつは死んだよ。うん。あいつなんかどうでもいいんだよ。それよりもボム兵がいないのがね、ショックでショックで。引っ張りますしって、邪魔するでね！穴掘ってんだ！あ、終わり。ごめんよ。助けたつもりだった。で、穴開けまして。で、ここはどんな感じなんだろう。で、オリビアヒントも使えないからさ、どこ行けばいいかわかんないんだよね。てか、ボム兵いなくなるのやだよ、俺。ああ、ニンテンドー。どうにかしろよ。ボム兵を生き返らせろ。遊戯王から死者蘇生を持ってこい。と、遊戯王の話をしていく。え、どうすればいいんだろう、これ。マジでちょっと、いやもうやだ、もうちょっと、もうただでさえボム兵がいないんだからさ、オリビア帰ってきてよ、もう。もうただでさえさ、オリビアがいなくて寂しいって思いしてたのにさ、ここでさらにボム兵がいなくなるっていう寂しい思いをさしてさ、もうさ、もうとにかく寂しいが止まらねえ。オイラたち、体が資本、穴掘りはきつい仕事だよ。穴掘り体操第一、よーい、はじめ。おいらの兄貴は、働くのが嫌だって、ここ飛び出してどっか行っちまった。今頃どこかで、叩き売りでもやってんじゃないか。路上販売ってやつ、あー、そうこうなるか。あの、タートルボールをぼったくり値段で、売ろうとしていたやつか。あいつ懐かしいな。つか、オリビアどこ行った？もう、オリビア。女の子、泣かせたらダメだからな。この女の子泣かせ。あ、怒られた。ってことは、ここら辺通ったってことか。ここかな？オリビアはどこ行った？サボってるように見えるけど、サボってないよ。休み時間。やむね。いや、逆にお前に言っとくわ。人生サボるの大事だぞ。本当に。サボりは大事。うん。昔よくサボっていた。いや、今も人生サボってるようなもんだけど。まあ、いや、なことどうでもいい。俺が人生サボっている話はどうでもいい。それよりも、本当にそう、オリビアがどこに行ったのか。こいつらから情報を聞こうとしても何も喋、なんか、あんま、知らないみたいだしな。土の中からはいろんなものが出てくる。穴掘りはやめらんねえな。いってえ！マジダメージ食らうの？で、こっちかな？やべ、今火でダメージ食らったの地味にでかい。あ、こう行くのね。なるほど、なるほど。で、ほら、あ、チョロプーか。岩の中にも3年。よくぞ見つけた。これをやろう。ありがとうございます。じゃ、まずは、こっち行ってみっかな。てか、マジ、オリビアどこ行った？まあ、ただでさえこっち寂しい思いしとんぞ。あ、ショップじゃん、よく見たら。嬉しい、楽しい、超便利。アクセサリーどう？もうこのさ、嬉しい、楽しい、超便利ってさ、アクセサリー屋のなんか、上等区になってるよね。で、シルバータイムプラス、お宝チャイム、当たりに宝箱か、お宝フィギュアがあると、音が鳴る。当たりってどういうこと？意味がわからん。
シルバータイムプラス、バトルが始まるとパズルのタイムが結構伸びる。マジですか？買います、買います。はい。まあ、今金がまあまあ余裕あるから、ありがとうさん。オッケーオッケー。で、ここもアイテム買えるのか、一応見てみるか。あ、キラハンマーとキラアイアンブーツね。一応キラハンマー一個だけ買っとくか。ありがとうさん。で、お使いもしまして、で、マジでオリビアどこ行ったん？オリビア。もうただでさえ俺今寂しい思いしてんだからさ、俺のそばから離れるな。いた！泣いとるやん。くすん。くすんくすん。ボム兵さんが、私のために、いなくなっちゃった。こんな悲しい気持ちのままで私も、旅なんて続けられない。お、どうするんだ。で、え、どうするんすか、この後。この後どうすりゃいいの。いや、まあ悲しいのはわかるぜ。でもな、オリビア、やらなあかんときはやらなきゃいけないんだ。旅なんか続けられてられないって言ってるけどな、このマリオだってな、いろいろな苦難と困難、そして悲しみ、絶望を乗り越えて、今ここにいるわけですから。どうしよう、あ、近寄ってやっても何回かやって、なんか慰められるってわけでもない。いや、もうな、確かに俺も結構今な、昇進しているからな。ボム兵がいなくなった悲しみはでかい。あ？あれ、チョロプーたちがいないな。どうしたんだろう。あれ？どうしたんだ？こっちに行けの、ちょっと戻ってみっか。ん？どうしたどうした？どうした？あ、あ、あ、あ？なんかよ、表ででっかい岩がぶっ壊れたみたいでよ。破片が散らかりっぱなしだったんで、みんなで片付けたとこさ。岩がこんな風に粉々になるなんて、一体何があったのかね。だからどうした？え？一回外出てみるってこと？あ、待て！おい！兄貴、まさか。おい！兄貴、オリビアさん、かなり落ち込んでるみたいっすね。このままじゃ、助けた俺も切ないっす。でも、兄貴ならきっとオリビアさんを元気づけてあげられるんじゃないっすかね。ほら、あれがあるじゃないっすか。鉄板ネタのあれっすよ。さあ、もう一度オリビアさんのところに行って、いつもの笑顔に戻してあげるっす。そうか。魂か、あいつの。わかった、行ってくる。いやわかった。俺がしっかりしなきゃいけねえんだ。そうだ。悲しんでばっかじゃいられねえ。あいつの魂を、そう、組むために、俺も頑張らなきゃいけねえ。オリビア、待ってろ。いつまで経っても悲しんだままじゃいられねえんだよ。これで笑うんだ。もうずるいですわ、マリオさん。そんなので無理やり笑わそうだなんて。でもありがとう。おかげで気持ちがふわっと軽くなりましたわ。そうですわね。こんなところでいつまでも目覚ましてたらダメですわ。そんなのきっとボム兵さんだって望んでいないはず。私頑張る。必ず兄上を止めてみせます。マリオさん、改めてよろしくお願いします。よし、早速、黄色の紙テープに向かって出発ですわ。あは、ちょっとマリオさん、被り物が邪魔で入れないです。オリビア、こうしてまた一つ強くなったんだな。ボム兵ありがとう。お前のことはマジで忘れない。
いや、ネタで言ってんじゃない。マジで忘れない。正直さ、俺さ、ルイージ死亡のお知らせとかさ、サムネやってたけどさ、正直言うとさ、もうルイージを殺してさ、ボム兵を生き返らしてほしい。そういうことできないの？で、ここは、そうそう、このトンネルを抜けて紙テープを目指すんでしたわね。よし、張り切っていきますわよ。あれ？なんだか、ボム兵さんが近くにいるような。そっか、ボム兵さんは、私たちの思い出の中で見守ってくれてんですわ。ボム兵さん、私頑張ります。マリオさん、どうしたの？行きましょう。やべえ、切ねえ。いやー、折り紙キング切ねえよー。つうわけで、今回は、心苦しいですが、このぐらいで終わりにしたいと思います。パート19にして、戦友が一人行っちまった。悲しい。でも旅は続けなきゃいけない。許せねえ。オリーよ。ってか全部あいつのせいだ。全部あいつがいけねえ。あいつが岩なんか降らすからいけねえんだ、あいつボケ。もう絶対許さねえからな、あいつ。つうわけで、じゃあ次回でパート20になりますね。もうパート20か。いや、正直楽しいし、悲しいところもいっぱいあるけど、やっぱこのペーパーマリオシリーズ面白いです。じゃあ次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。じゃあねー。